無念の敗退。丸藤直道選手、ちょっと待ってくれ。あんた腐ってなんかねえよ。あんたが残したものも腐らねえんだよ。俺はプロレス見て育った、そんな子じゃなかったよ。けどな、そんなプロレス知らない俺にも丸藤直道すげえんだぜって、いろんなところから声が、そして動画見るとよ、あんたすげえんだよ。だからよ、お客さん煽るために言ったかもしんねえけどよ、もう腐ってもなんて言うんじゃねえよ。改めて本日ご来場の皆さん、誠にありがとうございました。そうだな、そうだな。清宮海斗と触れ合って未来を感じて、中島克彦と触れ合って強さを感じて、そして丸藤直道とこう触れ合って歴史を感じて、さあ次はどうしようかな。さて次はどうしようかな。さて次は出てこねえじゃねえかよ。まあいいや。お客さんどうだった？今日の両国大会。そうだろう、そう思うだろう。プロレス見て元気もらえるだろう。はい、お客さんありがとう。もうその辺で OK だ。さあここからもっともっと盛り上がるぞ。しかしなぜ俺がそこまでそんなことを断言できるか。それはだな。今ベルトを、そして舵を取ってるのが俺だからだ。